1106年8月4日没、1039年大阪で誕生、八幡太郎と呼ばれた、1051年前九年の駅、父と共に戦う、1010年下野守に任命される、1081年本庄寺の悪僧を追放、白河天皇の岩清水八幡宮行幸で護衛、これが北面の武士の前身となる、1083年陸奥の守となる、53年の駅で清原氏の内紛に介入、鎮圧、この時、朝廷は、この戦は清原家の私的な喧嘩だから恩賞は出さない、彼は自腹で家臣たちの恩賞を支払ったと同時に欧州から朝廷への税も10年彼が立て替えていた。実は彼を朝廷は警戒していたという説もある。1098年上司の下を賜る。1104年延暦寺の悪僧を退治、彼は弓矢の名人、彼は飛んでいる仮の列を見て敵の動きを察知、1106年帰らぬ人となりました。彼は誰？